やっと出られた。これからどうなさいます、スレイさん。宿にはいないんじゃないかな。あら、ミクリオさんは宿に戻るっておっしゃってましたけど。ここの地下ってあんな遺跡が広がってるんだよね。ならミクリオはここじゃない別の入り口を探してると思う。え、ミクリオさん一人で遺跡に？危険すぎます、無謀すぎます。今この町は氷魔がすごく増えてきてるんです。その強さも今さっきスレイさんが体験した通りなのに、なぜそんなに落ち着いていられるんですの？大丈夫だよ。危険と分かってるとこに無茶して潜ったりするやつじゃない。自分だけじゃ氷魔を浄化できないってこともちゃんとわきまえてるよ、ミクリオは。心配ないよ。信じてらっしゃるんですね、ミクリオさんのこと。腐れ変なだけだって。なるほど、ミクリオさんはスレイさんに張り合って遺跡探しをしている最中なので宿には戻っていない。そして一人で危険なこともしていないと。ではこの後どうしましょうか、スレイさん。ちょっと意地悪だよね、ライラって。そうでしょうか。これをアリーシャに返したいんだ。まずは扉を開けるのに使ったナイフ。初めてアリーシャに会った遺跡で見つけたんだ。王家ゆかりの品みたいだし、きっと大事なものだと思う。同志としての活動を始める前に返してあげたいと思って。ですね。ライラ、俺に説明したいことがあるんでしょ。同志のやることについて、あの時の話の続きをさ。おっしゃる通りですわ。そのためにまず私からもアリーシャさんにお聞きしたいことがありますの。ならちょうどいいね。アリーシャの屋敷に行こう。ミクリオさんも見つかるかもですし。ああ、きっと適当に引き上げてくるはずだしね。それだと本当にちょうどいいですわね。やっぱりライラ意地悪だよ。おお、無事だったか、兄ちゃん。さっきは助かったよ。本当にありがとう。ううん、大したことはしてないよ。俺たちからも礼を言わせてもらうぜ。俺たちはてっきりこいつが先に帰ったもんだと思ってたからよ。なあなあ、あんたもしかして同志じゃねえのか。噂に聞いてた格好とそっくりだ。ああ、はあ、聖剣を抜いたって例の男か。ただものじゃねえと思ってたが納得だ。助けてもらった例だ。この後飯でもどうだい。まさか噂の同志様と知り合いになれるとはな。母ちゃんと娘に自慢できるよ。ああ、その俺は大変だろうが頑張ってくれよな。俺たちも応援するからよ。大丈夫さ、誰も動かせなかった政権を。んじゃあ同志様、またな。賑やかな方たちでしたね。ちょっと戸惑っちゃうよ。伊豆地のみんなはもっとのんびりしてる感じだったし。ずっと天族の村で育ったんでしたね。人間はスレイさんお一人で。アリーシャに会うまではね。そうですか。
できる限りのことをしてみるが、保証はしてやれん状況だ。すまん。とんでもありません。お気遣いありがとうございます。お前のことだ。覚悟はしているのだろうが。はい、今の私にできることに力を尽くします。我が弟子の愛すべき長所ではあるが、その性格が大臣たちの不安を煽るのだろうな。あまり無理はするなよ。何かあれば知らせをよこす。はい。スレイ、こんにちは。やっぱ出直すよ。気にするな、もう帰るところだ。あなたは聖剣祭では世話になったな、同志スレイ。ハイランド王国軍顧問、共同騎士マルトランだ。これからもアリーシャの力になってやってくれ。友人としてで構わないから。はい、もちろん。かっこいい人だな。空気がピシッとした。だろう、私の目標とする方だ。立ち話もなんだね。どうぞ。遺跡を探検していると思っていたよ。うん、そうなんだけど。まずこれを。私のナイフ。そうか、井槌の遺跡で。やっぱりアリーシャのだったか。我が家に伝わるとても大切なものなんだ。もう戻らないと思ってた。ありがとう、スレイ。そろそろ私の用事に移ってもよろしいでしょうか。失礼しました、ライラ様。アリーシャ、今聞こえた。確かにライラ様のお声が。これは驚きですわね、アリーシャさん。なるほど、これではまだ難しいと。ライラ、説明しますから、もう一度手をつないでください。ライラが説明してくれるって。もう一回手つないでもらっていい？ああ。こんにちは、アリーシャさん、聞こえますよね？はい、聞こえます、ライラ様。まだ息止めてないのに。スレイさんが私の力により馴染んだのです。以前ほど感覚を遮断しなくても同じことができるくらいに。特に変わった気はしないけど。よかったよ、話のたびにスレイにあんな真似をさせては申し訳ないからね。あれはあれで面白かったけど。では改めてよろしいですか？そうだった、ライラがアリーシャに用があるんだって。私に？力を貸していただきたいのですわ。地の主と器を見つけるために。それはどういうものでしょう？まずはこの世界の仕組みからお話ししないといけませんね。古来天族と人は力を合わせて汚れから自分たちの土地を守ってきました。天族と人が協力して。力ある天族は汚れのない清らかなものを器とすると地の主という存在になります。そして器と共に人々に祀られることで汚れを退ける加護領域を広げる力を得るのです。本来聖堂とは地の主を祀り汚れから土地を守るためのものなんですの。ですがこの町の聖堂には地の主も器もなく、正しく祀ろうとする者もいません。それが良くないことが続く原因なんだ。そう、いくら同志が汚れを払っても地の主の加護なしでその地を守り続けることはできません。分かった、ライラが聞きたかったのは地の主の器となる者の心当たりと、それらを揃えた聖堂を正しく祀ることができるかどうか、この二つですね。はい、どうでしょうか。まず聖堂についてですが、我が国のほとんどの聖職者は天族への感謝の心を失っています。そんな。ですが最近司祭となったブルーノという者がいます。祭りの準備にも尽力してくれた真摯な人物です。その方なら任せられると思います。
善は急ぎだ。聖堂に行って話してくるよ。気が早いな。私たちも善は急げですよ。もう見えなくなっちゃった。行き先は聖堂だろうけど。アリーシャさんはちょっとおてんばさんですわね。ブルーの司祭は所用で町に出かけてしまったそうだ。仕方ないね。じゃあ器の方の心当たりは？汚れなき器になり得るもの。町の北東のガラハド遺跡に清らかな滝があります。代々のハイランド王が戴冠式の前に身を清めてきた聖水なのですが。清らかな水、確かに天族の器となり得るものですが。が、何？遺跡に獣が住み着いたのだ。退治に向かった兵士10名を返り討ちにするような奴が。氷魔かな。おそらく。じゃあ急がないと滝の水も汚れてしまうかもしれない。他にも気になることがあるんだね。今のレディーレイクには汚れが満ちています。きっとその聖水も祭る前に影響を受けてしまいますわ。水は汚れの影響を受けやすい性質なんですの。そうなのか。何かいい方法は？もちろん方法はありますが、それには水の天族の協力が必要ですわ。火の属性の私は水と相性が良くないのです。水の天族か。はい。そういえばミクリオ様は一度もお声が聞こえないが。ちょっとね、喧嘩しちゃった。いろいろありまして。とにかくガラハド遺跡へ。氷魔なら倒さないと。そうですね、まずはできることから始めましょう。スレイ、私も連れて行ってほしい。氷魔と戦うのは無理だよ、アリーシャには。だが。スレイさん、主神が陪審を収めるように同志も重視を持つことができるのです。アリーシャさんが重視となればスレイさんの領域内でなら氷魔と戦えるでしょう。重視。ただし、この聖堂は、いや、ハイランドの聖堂は私が生まれた頃からずっとこんな様子だった。私は汚れたハイランドしか知らなかったんだ。お願いだスレイ、私を君の重視にしてほしい。私は見てみたいんだ、汚れのない故郷を。それがアリーシャの夢なんだな。分かったよアリーシャ。で、どうすれば。私の栄章の後にアリーシャさんに古代語のマナーを与えてあげてください。アリーシャに名前をか。我が宿りし聖なる枝に新たなる芽いずる。花は耳、実は種に。巡りす祝宴をここにことほがん。今同志の意になる芽を与え便利の証とせん。覚えよ、重視たる汝のマナは。マオクスアメッカ。改めてよろしくスレイ。こちらこそアリーシャ。
グミの調合が終わったぞ。